こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。日本原産のシャインマスカットを盗作し海外に輸出し大儲けしたのにまずいと評判を落とした韓国ですが、高級ブドウのルビーロマンの苗木を日本から盗作したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。最初の競売価格がブドウ一房に150万円に達する日本石川県の高級ブドウルビーロマンの苗木が韓国に流出したという日本国内の報道が出た。朝日新聞によると1995年からルビロマンを開発した石川県が8月ソウル市内のデパートや高級スーパーマーケットなど3店舗でルビロマンという名前で売られているブドウ3房を購入して鑑定した結果、石川県産ルビロマンと遺伝子型が一致していることが分かった。石川県はブドウの生育期間を考慮した際すでに5年以上前に苗木が流出したものと見ている。これに対しルビロマン農家に苗木管理について調査したが流出経緯や原因を明らかにすることはできなかった。県は厳格な契約をした農家に限ってルビーロマン苗木を提供している。朝日新聞はただ韓国の偽ルビーロマンは日本の生産品に比べて形が悪く色も綺麗ではないと報じた。ブドウの実も小さく糖度も下がり 16.7 度に過ぎなかった。石川県は遅ればせながら各国でのルビーロマン商標出願を急いでいるが、台湾ではすでに登録を終えており、韓国など47カ国では商標登録のために準備中だ。それではネットの反応です。韓国に流出した苗木を韓国人が盗んだのか、日本人が金を受け取って売ったのか、研究開発よりは盗みの方がマシだという意識が広がれば韓国の未来は発展より後退しかない。最近シャインマスカットは皮が厚くなって美味しくない。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。